業界では職人や施工技能者のほぼ 100% が外注と言われている中、平成建設は建築の領域すべてにおいて自社で職人を育成するという内製化を貫き続けている。とりあえず建築という分野にしてみると、ね、規模の大きいものをやるものがスーパーゼネコンです。その次に今度は準大手並びに中堅企業、まあ、俗にゼネコンの、それとまあその下に準じるものですね。でメインはやっぱり監督が施工を管理する会社ですね。まあ、もちろん他のこともいっぱいやってると思います。一部はもちろん設計やってる会社もあるでしょう。まあ、ここで家っていうことになりますと、まあ大きいところは工業化住宅ですね。ある程度規格で工場である程度組み立てて、パズルを作って、それで現場で組み立てる。中にはもう工場の間でかなり組み立てて運んでくるという方法をとってますね。で当社はね、今度はそれと真っ向から反対というか対立してるわけじゃないんですけど、住み分けがかなりされてるというか、まず自前で全部設計をしなきゃいけない。それで高級住宅全部やってますからね。高級住宅は全部設計ですからね。技能も大変なレベルが必要になりますね。要するに工業化ができないもの、全部手作りだということだ、それをやるということね。コンクリートの建物も鉄の建物も自前でね、それはマンションだろうがね、クリニックだろうが何だろうが、みんな自前であります。要は、まあ珍しいというよりもうちしか今現状ではない。部下の投票により上司を決めるという独自の人事選考を行っているのも特徴の一つだ。こんな無茶なことは上場会社はありえないね。それなぜありえない、当たり前のことですよ。会社は株主のものですから、部長を投票で決めて各部でね、当然取締役だってね、必ず職域ね、担当職持ってるはずなの。それがないのに取締役っていうのはないんだから、株主が選ぶことが何にもできなくなっちゃうわけだ。だから上場会社ではありえないね。それと同族会社ではどうかっていうと、これまた難しい。身内を、なかなか取締役にしにくくなるということだ、ね、だから意外とやらない、誰もやらない。発想はあってもやろうとしなかった。でうっかりやると危険だ。でもうちはうまくいってる。これがなかったら絶対無理だった。上にごまするやつ一人もいない。効果がないから。で影ひなたがなくなるね、だから私も冷静に判断できる。なぜかというと私が選んでないから。幹部たちはね、下から選ばれてきた幹部なの、ね、だから私にその幹部たちはごまする必要性がないの。